大丈夫。モーフルの力は10秒経てば戻るよ。この子はヌリー、新しい魔法のペットなんだ。他の魔法のペットの力を10秒だけ消せるんだよ。だから他の子と一緒にペットショップには置いておけないんだ。二人でヌリーを見ててくれる？任せてパパ。みんなで一緒にかくれんぼして遊ぶよ。よかった、頼んだよ。今の聞いたか？あのヌリーってやつを使えばついにモーフルをやっつけられるぞ。大変、モーフル、とっても大きなロボットになって。そうはいかないぞ。どこ行ったんだ？この冷蔵庫、真っ赤だな。怪しいぞ。撃て！見つけた！逃げよう、モーフル！もう逃げられないぞ。モーフル、変身して。何になっても無駄だ。鏡に。光線が当たったからヌリーの魔法の力は10秒間使えなくなったよ。うわ、しまった。モーフル、とっても大きなロボットになって。逃げろ、スタイ、早く！ねえ、鏡さん、鏡の世界ってどんな風になってるの？鏡の世界を見せてあげよう、ミイラ。ダメだよ、モーフル。私の中に戻して。あれはオーフルだ。鏡の世界では何もかもが、この世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、鏡の中のオーフルはその反対で、とっても悪いことばかりするんだ。そうなんだ。じゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こう、モーフル。クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。よう、モーフル、元気かい？おお、おまわりさんだ。おお、何するんだ。ねえ、モーフル、このまま置いていく気か？誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたな、モーフル。早く下ろしてくれ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたんだよ。いいや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に、はっはっはっは。それってオーフルにそっくりだよ。ねえ、鏡さん、鏡の世界を見せてくれる？大変、
まずいな。早くオーフルを探そう。わしの車が。何やってるの、モーフル。何か作ってるとか。ちょっと、どういうつもりなの。これ笑えないよ、モーフル。やっと来たな。こんな冗談はもううんざりだ。全部元に戻してくれ、モーフル。でも、モーフルやってないよ。オーフルは近くにいるはず。レーシングカーになって。わしの車は。モーフル、早く降ろしてよ。でも、あれがモーフルなら、あれ誰。オーフル。どっちが勝つ。本物のモーフルはどっち。これ以上オーフルがモーフルのふりをして悪さできないようにしなきゃ。クローマ、オーフルは緑にして。オーフル、緑。ちょっと待って、モーフル。先にトロイとエイプリルを下ろして。もうオーフルには会わないで済むといいけどね。モーフル、レーシングカーになって。見つけたぞ。止まれ、オーフル。え、オーフルじゃないよ。この子はモーフル。さあ。ああ、すまない、モーフル。すぐこんがらがるんだ。ああ、どっちがどっちだっけ。モーフルが赤、オーフルは緑。知ってたけどね。うん、実は緑の方がひどいいたずらばかりして街は大パニックだ。大変。私たちがオーフルを見つけるよ。はは、頼む。見つけたらオーフルをこの町から追い出してくれるかい。はい。あれ、どうなっとるんだ。どうしよう、モーフルだ。見て、モーフル、モーフルだ。大変。急いで追いかけよう。待て、置いていかないでくれ。早くあそこから降ろしてあげなきゃ。モーフル、消防車になって。ありがとう、モーフル。でもオーフルを逃がしちゃった。早くまた見つけなきゃ。よし、全部の資材が用意できたぞ。なんだ？やめてくれ！そんなことしないで！見つけたよ！まずい！倒れるぞ！
ありがとう、ミラ、モーフル。でもまたオーフルに逃げられた。まだオーフルが見つからない。どうやって探すか。そうだ、ヘリコプター。上空からオーフルを探そう。しまった、このヘリコプターがオーフルだ。まずいぞ、誰か助けてくれ。モーフルが助けるよ。モーフル、よかった。見てモーフル、オーフルだよ。疲れてきたみたい。そうだ、思いついた。オーフルをこの町から追い出せる方法。おいミラ、パパを見て。どこにいるのパパ。上だよ。やっほー。かっこいいね。もやりたい。わあ、なに？オーフル。パパったら。離してくれ、オーフル。オーフルもやる。楽しいでしょう。いいや、ちっとも。そうだ、いいこと思いついた。競争しようよ。なに？それはいいね。じゃあね、先に山の頂上に着いた方が勝ちだよ。位置について、よーい、ドーン。いやー、止めてくれ。おお、なんて早いんだ。山の頂上まで競争してるの。それならトロフィーがなきゃね。さあ行こう。奴らを抜いたな。おお、今のはいい手だな。よくやったね、モーフル。スーパーヒーローになった気分だ。近道を思いついたよ。あっちだ、モーフル。オッホー、楽勝だな、オーフル。イエーイ。なに、なんとかしてくれ、オーフル。にゃー、こりゃ最高だな。もうすぐ山だ。モーフル、もう疲れた。モーフルも疲れた。モーフル、君の代わりに勝つよ。いや、勝たせん。
どっちが勝った？これは引き分けだ。引き分け？どうしよう。大丈夫。こんな時のためにいつもトロフィーを2つ用意してるんだ。すごく楽しかったね、モーフル。イエーイ。確かにすごく楽しかった。かわいそうに、まだ風邪みたいだね。風邪の時はいっぱい寝なきゃダメだよ。大丈夫だよ、モーフル。パパと私がお世話するから。おはよう、ミラ。おはよう、エイプリル。遊びに行こう、モーフルも一緒に。すっごく遊びたいんだけど、モーフルが風邪なの。モーフルのお世話しなくちゃ。モーフルも遊ぶ。あくにょ。ダメだ、モーフル。寝ないと良くならないよ。でも。いや、ダメだ。ミラは遊んでおいで。パパがモーフルを見てるよ。ありがとう、パパ。ゆっくり休んでね、モーフル。またね、モーフル。それじゃあ、モーフル。モーフルにはお話を読んであげるよ。モーフル。モーフルもミラと遊びたい。昔ミラどこ？ミラ、モーフルもう元気。あくにょ。足の茎がまた役に立った。うん。ミラーどこなの？ありがとう、モーフル。君はいつでもみんなを助けてくれるね。
も助ける。いい子だから降りてきてちょうだい。ああモーフル、助けてくれる？あの子が降りられなくなっちゃったの。早く抱きしめてあげたいわ。私たちを一緒にしてくれる？一緒にってこういう意味じゃないわよ。お前らにパトカーを盗まれたせいで連行するのも大変だ。気にしないよな。モーフル、君がいてよかった。署まで連行するのを手伝ってくれるかい？うん、オッケー。え、モーフル、待ってくれ。ウェルマナー警察じゃ。牢屋に入らないで済んだな、スタイ。逃げようぜ。おう、やあモーフル、木箱を持ち上げてくれる？すっごく重いんだよ。え、そうじゃないよ、屋根まで上げなくていいから。戻ってきたのね、モーフル。どうしたの？あなたのお友達が私を木の上に置いて逃げたのよ。そんなのありえない。モーフルはやってない。この目で見たんだから。モーフル、悪者兄弟はどこだ？私たちは見てないよ。何言ってるんだ。モーフルが署に連れて行っただろう。私たちが捕まえてくる。モーフル、巨大ロボットになって。いたずらはもう十分だよモーフル。あの木箱を地面に下ろしてくれ。モーフルはずっと私と一緒にいたよ。本当？でもモーフルに見えたよ。モーフルみたいに赤くて足とか緑のところもあったけどね。緑の足？わかった、オーフルだよ。オーフルを止めなくちゃ。モーフル、やあモーフル、ここの片付けを手伝ってくれる？見てモーフル、オーフルは体を赤く塗ってるんだよ。そんな、洗い流しちゃおう、モーフル。さあ、消防車になって。ああ、危ないよ、モーフル。それはモーフルじゃないよ。オーフルか。さあ、これでもうモーフルのふりして騙せなくなったね、オーフル。ありがとう、本物のモーフル。オーフル、また来る。が作ったこのタイムマシンで恐竜をいっぱい連れてくるぞ。悪者兄弟を止めなくちゃ。モーフル、恐竜のスーパーヒーローになって。ここでなら好きなだけ暴れていいよ。何するんだよ。
町を壊させるつもりだったのに。ミラ、モーフル、恐竜たちを集めてくれ。わしがタイムマシンで元いた時代に返す。モーフル、急いでトリケラトプスを持ち上げて。恐竜がまだ一匹残ってるぜ。大変、モーフルが。急いでラボに行こう。モーフルを探すんだ。まずいぞ。待ってろ、モーフル。これでよし。中にワニがいる。助けて。わあ、サメだ。あれ、君がこのトロフィーを。さあバーキー、この美しい庭に水をまこう。ん？ちょっと待て、これはホースじゃないぞ。こいつはベビだ。今の俺たちは怖い動物泥棒だ。怖い動物たちを盗んで町中に放してやる。スタイン、思うんだけど。トラを放せ。わあ、助けて。大変、助けに行かなきゃ。モーフル、モーフル、モーフルできない。あ、トラ怖い。私だってトラは怖いんだよ、モーフル。すっごく危険だもんね。でもモーフルは怖がらなくていいんだよ。何か大きなものに変身すれば、トラの方がモーフルのことを怖がるはずだよ。あ、トラが怖がるものといえばやっぱりあれだね。見て、大きなティラノサウルス。あ、モーフルまだ怖い。だよね。でもやらなくちゃダメ。何回も立ち向かっていけばだんだん怖くなくなるの。やった！
私たちも町から追い払いに行こう。わわ、怖い動物たちを放したから、みんな家の外に出られなくなったぜ。今こそ真の計画を実行する時だ。ああ、本当の目的はフルーツ泥棒。一日一個のリンゴで医者いらずって言うからな。町中のリンゴを食べ尽くせば、もうお医者さんに行かなくて済むぞ。お医者さんは本当に怖いよ。あの二人を止めなくちゃ。モーフル、とっても大きなワニになって。うわぁ、巨大ワニだ。二人とも、リンゴを盗む必要なんかないよ。前は私もお医者さんが怖かったけど我慢して行ったの。今はもうお医者さんのこと全然怖くないよ。何回も立ち向かっていけばだんだん怖くなくなるの。本当に？やあ、いらっしゃい。中に入って。全然怖くなかったね、スタイ。お話を読んであげようか。男の子が古い家に行くと、ドアが一人でに開き、どこからか怖い声が。モーフル、お話やだ。おや、今日はご機嫌斜めだね。モーフル、海に行こうよ。いつもご機嫌になるでしょ。どいて。の？あー！モーフル、危ないよ。ごめんね。モーフル、砂のお城を作ろうよ。あれ？どこに行っちゃうの？モーフル。できた。ああ、違うところに行こうか。見て、ゾウさんたち楽しそうだね。
ル、意地悪しちゃダメだよ。ポップコーンはいかが？美味しいポップコーンだよ。わーわー、すっごくお腹がペコペコだったんだね。ああ、モーフル、朝ごはんは食べた？ずっと不機嫌だったんだね。何にも食べてなかったからだよ。さあモーフル、お食べ。お腹いっぱいになった？食べたら機嫌は治ったかな。ロボット警官のモードは4つある。電源オフ、優しい、厳しい、それからすごく厳しい。でもこのモードにはしない方がいいよ。本当に厳しいからね。厳しいってどういう？問題ないさ、早速動かしてみよう。君たちはいい子みたいだね。それじゃ警官の仕事をしてもらおう。悪者兄弟が事件ばかり起こすから仕事を手伝ってほしかったんだ。モーフル、パトカーに変身して。こりゃ助かる。犬にはリードをつけてください。あら、すみませんおまわりさん。良い一日をお嬢さん。まあ、どうもありがとう。気をつけてボールが鼻に当たらないようにね。まったくけしからん。君には違反切符だ。え、でも。ああ、私のボールが。大変。なんだか変だぞ。ロボット警官がすごく厳しいモードになっちゃったんだよ。見て。ああ、芝生を歩いた罪で違反切符だ。芝生の上なんか歩いてないよ。いいや、歩く気だった。はあ、ロボット警官の電源を切らなきゃ。うん。追いかけよ、マンフル。ふん。参ったな。あ、いたよ。捕まえて、モーフル。モーフル届かない。私は認めないぞ。あいつを早く止めないと。だがどうしよう。いい考えがあるよ。ロボット警官をおびき寄せればいいの。モーフル、メガホンになって。今から芝生の上を歩いちゃうよ。待て、君には違反切符だ。今だよ、モーフル。
助かったよ、ミラ、モーフル。ああ、やれやれ。この町に私は一人いれば十分だな。見て、モーフル。恐竜がいっぱいいるよ。な、ミラ、モーフル。すごいだろう、恐竜公園だよ。恐竜公園？そう、博士のタイムマシンを使って恐竜を過去から連れてきたんだ。だってみんな恐竜が大好きだからね。そうだろ、坊や。うん、最高。でも危ないんじゃない？大丈夫、みんな草食だからね。人を食べたりはしないよ。ならよかった。ただこのティラノサウルスは別だよ。これは安全には見えないよ。心配ないさ、この檻は世界一頑丈なんだ。でもこのレバーには気をつけて。これで檻を開けるんだ、見て。まずい、レバーが動かない。みんな逃げろ。檻に戻さなきゃ。モーフルもティラノサウルスになって。過去に返した。ミラ、恐竜が2頭町に逃げ出した。連れ戻してくれ。わしがこの機械で過去に送り返す。わかった、恐竜を捕まえに行こう。モーフル、ヘリコプターになって。やめてくれ、それは木じゃないよ。うん、きっとお腹が空いてるのよ。おやつを見せて公園に連れて行こう。モーフル、ロボットになって。モーフル、あの木を取って。ありがとう、ミラ、モーフル。君たちがいなかったら大変なことになってたよ。本当に助かったよ。でも公園はどうしよう。恐竜がいないとつまらない公園に逆戻りだ。それじゃあみんなでピクニックをするのはどうかな。うん、そうか、ピクニックしよう、恐竜と一緒に。何してるんだい？モーフルのお気に入りのおもちゃで遊んでるの。アクションマンだよ。トイトロー、アクション。
ションマンはすごいヒーローなの。困ってる人をいつでも助けるんだよ。それから悪者をやっつけるの。例えばこの悪いデビル博士。すごいな。アクションマンを人間にしよう。本当に町の人を助けてくれるぞ。博士、アクションマン人間。ああ地面に置いてくれ、マーフル。私は正義のアクションマン。デビル博士、私の敵だ。その機械を渡せ。おう、うん、いいよ。うん、楽勝だな。あ、ダメ。町を救いに行くぞ。アクションマン。モーフル、あの機械を取り戻さなきゃ。急いで、モーフルもスーパーヒーローになって。私の出番のようだ。大丈夫ですよ、私に任せて。道を開けろ。受け止めて、モーフル。あの人に道を渡らせろ。ありがとう、モーフル。邪魔だ。うん、ああ助けて。私が返しておこう。これは間違いなく私の出番だ。え、なんだ。取り返したぞ、市民たちよ。いや、そいつらは悪者だ。嘘つきは泥棒の始まりだぜ。どうしてデビル博士を持ってるんだ。こいつの仲間なのか。そうじゃないの。デビル博士はこっちだよ。デビル博士はおもちゃなんだよ。アクションマン、あなたもさっきまでおもちゃだったの。これはおもちゃになっちゃった博士、人間に戻さなくちゃ。そんな。教えてくれてありがとう、小さなお嬢ちゃん。ほら、どうなってるんだ。どうすればデビル博士と戦える。
私がおもちゃに戻ればいいんだ。誰もわしを止められないぞ。アクションマン。あ、逃げるぞ。何してるんだ。早く連行してくれよ。ほらほら、ちょっとだけ待ってろ。やあやあ。見て見て。出ることしてあげる。いい。ああ。発明品ができたぞ。見てくれ。これは若返りの薬だ。今からわしの助手に使ってみよう。まずい薬がかかった。ああ、ふう、赤ん坊の世話をしたことなどないぞ。ああ、どうしよう。モーフル、パパのところに連れて行くんだ。わしは解毒剤を作る。はあ、やれやれ。モーフル。私が赤ちゃんになる夢なの。おかしいでしょ。
おはよう、モーフル。ああ、まだ具合悪い？モーフル、元気だよ。かわいそうに、まだ風邪みたいだね。風邪の時はいっぱい寝なきゃダメだよ。大丈夫だよ、モーフル。パパと私がお世話するから。おはよう、ミラ。おはよう、エイプリル。遊びに行こう、モーフルも一緒に。すっごく遊びたいんだけど、モーフルが風邪なの。モーフルのお世話しなくちゃ。モーフルも遊ぶ。あくにょ。ダメだ、モーフル。寝ないと良くならないよ。でも。いや、ダメだ。ミラは遊んでおいで。パパがモーフルを見てるよ。ありがとう、パパ。ゆっくり休んでね、モーフル。またね、モーフル。それじゃあ、モーフル。モーフルにはお話を読んであげるよ。モーフル。モーフルもミラと遊びたい。昔ミラー、どこ？ミラー、モーフル、もう元気。あくにょ。幸運の足の茎がまた役に立った。ここにある車を全部次の現場に運んでほしいんだ。さあ、次の現場に行こう、モーフル。
まったくけしからん。着いたよ。新しい建設現場だ。あのトラック先に来てる。ああ、あのトラックだけは運ばなくていいんだ。自分で来られるんだよ。ゾーン博士が作ってくれたロボットダンプカーなんだ。前にもあったよね。ローレンスさん、あんたのトラックから車が落っこちて町が大変なことになってるんだぞ。ああ、本当だ。トラックが空っぽだ。どうしたらいいかな。モーフルがロボットダンプカーと一緒に車を探してくればいいんだよ。うん、それはいいアイディアだ。モーフル、モーフルもダンプカーになって。ねえ、競争しよう。車をたっくさん見つけられた方の勝ち。よし、モーフル、頑張って探そう。1台目はロボットダンプカーが見つけたね。次は私たちが見つけよう。見て、モーフル、セメントが固まって動けないんだ。モーフル、ジャックハンマーになって。このままじゃ乗らないよ、モーフル。もっと大きなダンプカーになって。見て、モーフル、ロボットダンプカーも車を2台見つけてるよ。次に車を見つけた方の勝ち。鉄球クレーン車。大変、悪者兄弟が乗り込んでる。やめてよ、悪者兄弟。トロイの家なのに。俺たちはもう悪者兄弟じゃない。今の俺たちは壊し屋兄弟だ。見てろ、次はこの家を壊してやるぜ。ダメ、私たちの家。モーフル、ねえ、ロボットになって。これで終わりじゃないからな。覚えてろよ。お家を直すの、私たちも手伝うよ。競争はおしまいにして、力を合わせよう。
ありがとう、ジョリーファント。どっさりのアイス。アイスクリーム。そうだ。モーフル、ブルドーザーになってこのアイスクリームを全部片付けよう。モーフル変身できない。お腹がパンパン。ジョリーファントはアイスを作りすぎるんだ。はあ、どうすればいいんだろう。これじゃあモーフルの体にも悪いよ。じゃあみんなでジョリーファントの飼い主を探しに行こう。いいかいジョリーファント、君に何ができるか見せるんだ。で、どうかな、ジョリーファントの飼い主になりたくないかい？全然ダメダメ。簡単すぎる。私のジェラート工場で作るアイスと違います。私、芸術家なのです。ふん。ああ。見て、あそこが火事になってる。消防車の水が切れたみたいだ。でもモーフルは変身できない。アイスクリームを食べ過ぎちゃったから。ジョリーファント、アイスクリームを使って火を消すんだ。消防士さんがジョリーファントの飼い主になってくれるかも。本当に助かったよ。まさしくヒーローだ。え？ヒーロー？これを掃除するのに何日かかると思ってる。バンダーブースさんの言う通りだ。君にぴったりの飼い主を見つけてあげられなくてごめんよ。でも大丈夫、この魔法のペットショップにずっといてくれればいいさ。すみません、どうも、病院で子供を笑顔にしてくれる魔法のペットが欲しいんです。見て、どこにいるの？パパ。上だよ。やっほー。かっこいいね。イエーイ。モーフルもやりたい。
しいでしょう。いいや、ちっとも。そうだ、いいこと思いついた。競争しようよ。何？それはいいね。じゃあね、先に山の頂上に着いた方が勝ちだよ。位置について、よーい、ドーン。いやー、止めてくれ。おお、なんて早いんだ。山の頂上まで競争してるの。それならトロフィーがなきゃね。さあ行こう。奴らを抜いたな。おお、今のはいい手だな。よくやったね、モーフル。スーパーヒーローになった気分だ。近道を思いついたよ。あっちだ、モーフル。おほー、楽勝だな、オーフル。イエーイ。なに、なんとかしてくれ、オーフル。にゃー、こりゃ最高だな。もうすぐ山だ。モーフル、もう疲れた。モーフルも疲れた。モーフル、君の代わりに勝つよ。いや、勝たせん。どっちが勝った？これは引き分けだ。引き分け？どうしよう。大丈夫。こんな時のためにいつもトロフィーを2つ用意してるんだ。すごく楽しかったね、モーフル。確かにすごく楽しかった。